斉藤はスザンヌと結婚する前に結婚した一人目の奥さんとの間に生まれた子供に対しての養育費をまともに払わず、二人目を授かった際も半ば強制的に下ろさせた。平成以降にわずか7人しか達成していない投手の金字塔20勝投手である斉藤は、ソフトバンクのリーグ優勝が決定した翌日に先発登板を控えていたが、当日の昼前くらいまで飲み歩き先発を回避した。実はチーム内で前日に優勝が決まればご褒美として登板がなくなるという話があったが、斉藤は後にプロとしてある間仕切り行為だったと述べている。